佐藤亜美です。今回はですね、じゃーん、ザナと H&M でお買い物してきました。イエーイ。今回はこちらの2つのね、お店で購入してきたものたちを実際に着てみたりしながら詳しくご紹介していこうかなと思います。本当にね、可愛いものたくさんあるので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。では早速じゃあまずザラからご紹介していきたいと思います。ザラ1点目こちらです。じゃん、私の着ているワンピースでございます。パッと見ワンピースってわからんよね。はい、こちらワンピースなんですよ。ほら、かわいい。私こういうね、シャツっぽい服を着ることあんまりないんですけど、これかわいいと思って一目惚れして購入しました。こちらね、サイズが M サイズの、お値段が5990円の商品でございます。商品名はテロップで入れときますね。で、この首元がね、こういう風にシャツみたいになっていて、ボタンがついています。これボタン開けて着てもかわいいんだけど、私はこうあえてね、こう首の詰まった感じで着てもかわいいかなと思って、今回は一番上まで止めて着ています。で、袖の部分はね、ここの袖先にゴムが入っているので、ちょっとね、こうほら膨らんで見えるというか、そんな感じになってます。クリッと入り込んだようなデザインというかね、そんな風になってます。で、おへそより上の方でこの切り返しの部分があって、そっからフリフリフリってこんな風になっています。めっちゃくちゃ可愛くない？丈感はミニ丈なんだけど、このくらいの丈感だったらニーハイブーツも合わせれるのかなと思います。ボーイッシュなカジュアルめな柄とかデザインなんだけど、下は女の子みたいなね、めっちゃ可愛い。このワンピース一目惚れして購入したアイテムでございます。そして次こちら、バンバンこちらのキャスケットを買いました。で、こちらね、裏地がね、結構ほらしっかりしていて、こんな風にあったかい感じのデザインでございます。見た目がこんな風になっていて、ちょっとコロコロせないかんね。冬生地だから、今からの季節というか今の季節ぴったりのアイテムかなと思います。私キャスケット大好きで、もうボサボサ髪でもキャスケット被ればなんとかなる的なね、感じでいる女なので、キャスケットは必需品で、冬用のキャスケットも欲しいなと思って可愛いの見つけたので買いました。被ってみるとこんな感じ。ちょっと耳にかけて被った方が可愛い。こういうコーデにも合うのかなと思います。めっちゃ被り心地いいよ。頭にフィットしてる。ある程度の風じゃ飛ばないよって感じ。スマートなので、もうちょっとキャスケットってボリュームあったりするじゃないですか。だけどこれは結構スマートめな感じではあります。タイトというの、頭にタイトとかあるのかな、よくわからんけどさ、まあそんな感じなんですよ。これがね、サイズが S サイズ、 SM の2展開なんですけど、 S サイズにしました。まあ M でも全然いいのかな。でも S サイズでね、すごいぴったりだから、M だとちょっと風で飛んじゃいそう。お値段は2990円なので3000円以下です。かわいいよね。冬用の帽子ってやっぱ冬はね、頭も寒いけんさ、頭皮から冷えるっていうやん。まあ私が今考えたんですけど、なので頭も守ろうっていうね、キャンペーン中。かわいい。これも買ってよかった。そしてそしてそしてこちら、じゃーん、ダウン買っちゃいました。しかもセールで安くなっとったのって。これがですね、サイズが M サイズで、お値段が 12,990 円からなんと 46% 引きの 6,990 円になってました。やばくない？ 6,000 円でこのダウン買えるんよ。めっちゃ可愛いよね、ベージュのダウンでさ。このウエストの部分、ここにね、ほらこんな風にベルトがついてるんですよ。金のベルト、下から入れてこうなるみたいな、ほらこういう風なベルトついとうと、これも5分で伸びるんですよ。めっちゃ良くない？このフードのところもさ、ここにボタンとかついとって、全部ゴールドなんですよね。で、このチャックもゴールドで、ここは開けるやん。裏地がモコモコなんですよ。ほら、めっちゃくちゃね、これがサラサラしとって気持ちいいと、この首周りもこのモコモコの裏地になっとると。で、袖とかはモコモコじゃないので、スッキリとしているような感じ。この生地だけでも十分あったかいというか、ボリュームが相当あるので、なのでモコモコなくても問題ない。ただここはモコモコがあるから、この首周りとかものすごくあったかいようなタイプかなと思います。で、こういうタイプのダウンって細身で着たいというか、オーバーサイズで着るよりぴったりサイズで着た方が上品で可愛いやん。だけんピタサイズにしました。 M サイズよ。こんな感じ。ほら見て、このにじみ出るマダム感。今中に着とるのがこれやけんさ、あんまり合わんけどさ、これにスキニーとか合わせたい。あ、ポケットの裏地もモコモコでした。ここ
これにスキニーとか合わせたら可愛いよ。黒のタートルにもう黒のスキニーでも可愛いし、デニムのスキニーでも可愛いし、これはどっちかというと締めてスキニーでショートブーツ、真っ黒のそういうのに合わせたくなるような感じですね。こういう風に開けて、こういう風に羽織っても可愛いよね。この色味ってどんなコーデにも合わせやすいから、黒の次に使いやすい色なのかなって思います。こういうベージュ系とかアイボリー系っていうのかな、こういう色味は上品なマダムなんよ。これがもう私もステップアップできた気分になれますね。あったかいしコスパ良すぎだと思います。デザインもこんな上品でね、これは要チェックですよ。はい、そして次 H&M、 こちらじゃーん、こちらの真っ赤っかのニットを買いました。首周りはねこんな風にちょっとだけあるようなタイプです。あるようなタイプっていうのちょっと高さがあるタートル目のニットですね。この編み目が粗いのがすごい可愛くて、で首の方のさちょっとデザイン編み方が変わってたりとか、あとこの袖先の部分がこういう風になってたりとか、あと下の部分もこういう風になってるあたりがすごい可愛いなと思って、形もデザインも色味も一目惚れして買いました。これ着て出かけている動画もあるのでぜひ見てみてほしいなって思うんですけど、概要欄からこんな感じ。これはちょっとあれだけど白のシャツワンピみたいなのに合わせてね着るのも可愛いと思う。で首はね意外と思ったより立つんですよ。ほらちょっとねこういう風になったりはするけど、でも全然このくらいなら私は問題ないかなと思います。お値段が2999円なので3000円以下だからコスパはものすごくいいと思います。もうちょっと大きいサイズを買ってオーバーめに着るのもありかもしれないね。私は M サイズにしました。そして次こちら、じゃーん、こちらのね靴下を買いました。これお値段が1299円のものでサイズがワンサイズです。サラサラモコモコ生地でトナカイ、ここにポンポンがついとってこのかかとの部分茶色くなってます。トナカイあったかそうやろ。家で履く靴下にすごいいいなと思って買いました。もう冬はさ冷え性本当につらいんで、で私んちってフローリングとかが石みたいな感じなんですよ。だから普通の床生地もあるんだけど廊下がね石みたいな、めっちゃ冷たいの。だからほんとスリッパないときつくて、でもこういう風に靴下があればさ温まるやん。このポンポンのところキラキラが入っとる、このドットも可愛いよね。モコモコで気持ちいい。これはもうパジャマと共に着たいと思います。着たい、履きたいと思います。コスパいいし可愛い、あったかい。はい、というわけで今回は H&M と Zara で購入したものたちをご紹介しました。いかがだったでしょうか。本当にね冬のアイテムおしゃれやし可愛いしあったかいしかも安いとかいうね高見えアイテムとかだったり、本当にねもう激推しのアイテムたくさんあるのでぜひぜひ見に行ってみてほしいなと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよと思ってくださる方いらっしゃいましたらグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。